小太郎さん、こんにちは。サバちゃん TV の村井祐樹です。今日は2018年9月17日の僕の制作の続きを見てもらえば見てください。すいません、効果音がうるさくて。絵の具あるある。はい、絵の具あるあるです。ホタさん、絵の具持ってないから分かんないかもしれないですけど、大丈夫です。絵の具あるある。絵の具持ってなくても楽しめますよ。絵の具あるある。ティッシュがよくついてるんですよ。なんか乱暴でいろいろなんかついてるティッシュとか取って乱暴ですいませんね。でも大丈夫ですよ、ホタルさんに乱暴はしないんで大丈夫です。何やがいの朝は急に歌い出したけど大丈夫ですよ。水たまりが跳ねて星降る夜を待ち願いをかけよう。すごいいい曲なんで急に歌い出したけど怖くないですよ。上機嫌だったんですね、多分鼻歌歌ってるから。めっちゃ絵の具あるある。大丈夫ですよ、この絵の具めっちゃ何年前のでやって感じだけど、絵の具あるある。あ、一応これは絵の具あるある。早いな、早い、こんな早かった、編集早すぎてついていけないですよね。ちょっと次もっとゆっくり作ってみますね。いらないものは捨ててしまいなよ。大丈夫ですよ、捨てないから、絵の具は。あの、うんこ踏ん張ってるわけじゃないんだよ。胸最強で、まあ、決まりましたね。今のホタルさん、絵の具あるある、好きなシーンだと思うんです。あ、これ絵の具袋なんですよね。これ何が入ってるか分かります？中油絵の具が入ってる袋なんですよ。絵の具あるある。すいませんね、これ凶器、よく絵の具切るのに使うんですけど怖かったらごめんなさいね。絵の具あるある。これまた絵の具袋、ホタさんもしかして絵の具袋使ったことありますか？絵の具入れる。はい、絵の具入れる。これは早送りでしたね。絵の具あるある。でもなんか乱暴なシーン見せちゃってすいません、後悔してましたね。3個目の地味なファインプレーです。まずです
で頭を右手で書き、そのまま書いた右手を見つめながら左手はパーッと開きながら右手でまた頭を書く。そしてそのままもう一度右手で書いて、はい、そのまま上を見上げる。あ、大丈夫です。トラウマじゃないんで、怖がらなくて大丈夫です。